こはどこ？青い海、輝く太陽、青々とした木々。ディズニーランドか。全然違います。ここは無人島ですよ。先ほど沖合で事故に遭い、この無人島に遭難したようですね。無人島？大変だ。とりあえず生きていくには食べ物が必要になる。これで魚が釣れるか試してみよう。わかりました。お、かかったかかった。早速釣れたぞ。お見事。小ぶりだが今は貴重な食料となる。キャッチアンドリリース。え？いや、小ぶりだったので逃がしました。あの魚がもっと大きくなってから捕まえた方がたくさん食べれて得でしょう。数年後のこと考えるな。今日は生き抜くんだよ。ここは無人島だぞ。あの魚が成長して子供を産めばさらに収穫量が増えるかもしれない。数年後のこと考えるな。そうかもしれないですけど、今は状況が状況なので1週間先を生きられるかすら危ういので、たとえ小魚だとしてもリリースしないでください。先ほど釣れた魚はアジですね。一般的にはアジのメスは一度に数千から数百万の卵を産卵することが可能です。あ、例えばそうなんですね。マアジの場合、一度に約10万か300万の卵を産むとされています。もう大丈夫です。ただし全ての卵が成長して成魚になるわけではなく、その多くは他の海洋生物の食料となったり、自然環境に適応できずに死んだりしてしまいます。魚くんですか？いえ、おひれくんです。なんだそれ。ああ、まあいいや。くれぐれも次釣った魚はたとえ小魚でもリリースしないでくださいね。あ、はい、わかりました。お、かかったかかった。2匹目だ。うわあ、今度は立派な魚だ。これなら1日いや2、3日は持つでしょう。キャッチ&リリース。おい、逃がすな。あんなに大きいと一度に食べきれなさそうだったので逃がしておきました。食べ物を粗末にするのは良くないですからね。いや、なんで。仮に食べきれなかったとしてもその分は乾燥とかさせて取っておけばいいんじゃないですか。何言ってるんですか。魚は鮮度がいいうちに食べるのが一番美味しいんですよ。美味しさの問題。どういう状態のものが一番美味しいかってのはまあ人それぞれだと思いますけど、今はそんな悠長なこと言ってる場合じゃないんですよ。次はどんな魚が来ても絶対にリリースしないでくださいね。ああ、確かにそうですね。わかりました。お、かかったかかった。今度はリリースしませんよ。リリースしてください。